男と女、影と火。先進国に共通して、証拠化の問題が深刻になっているようです。日本では、女性1人が生涯出産する合計の平均出生率が、1990年には1.57人、1995年には1.43人です。現在もドイツ、イタリアなどと並んで、世界の証拠化国の最前列に位置しています。 これは潜在的に将来に不安を持っているからではないでしょうかそれには経済や教育の他に自分自身の体力や健康に自信が持てないからだと推測します。そもそも1人の男性と1人の女性が結婚して子供を作るのですから最低2人以上出産しないと人口は維持できません。ドイツでは あらゆる政策を施してみたもののさっぱり効果がなかったが赤ん坊がそれほど死にやすければ人類はとっくに死滅しているはずだというキャンペーンをしたところ徐々に人口が増えてきているのだそうです次はこうなる日本証拠化社会を襲う国難盛んや大地より日本でも親はなくとも子は育つと言いますが人間もともとそんなに弱いものではなくて 自然のの中で発生するかなりのストレス、トレ外圧に耐えれるだけの体力と気力を備えているものなのです。日本を代表とする知識詰め込み型の文明国には不自然な環境があまりにも多いためにどんな苦行が待ち受けているかわからないので一人の子供に集中して親の夢を託そうと考えるのでしょう。しかし幸せを何に求めるかと考えた時に。 最終的には健康にたどり着くと思います健康であってこそ仕事も勉強も十分にでき家族に愛情を注ぐことができるのですから逆に言うと健康であればたくさん稼げて養育費ぐらいはなんとかなるでしょうし1人よりも2人2人よりも3人いた方が話が弾むように家族の楽しみも増えるに違いありません。 やがて子供が成長して結婚する時期になったら、あるいはこれから親になる人たちに考えてもらいたいものです。ところで、あなたは人生の伴侶であるご主人、奥さんをどういう理由で選びましたか若い夫婦ならば、愛していたからとか素敵だったと答えるのでしょうが、ん ?10 年経つと、 騙された選択を間違えたと答える人が結構いるように思います。結婚当時は困難じゃなかったというわけです。なぜ人を好きになるのかそれは、自分にないものを持っているからです。そこが素敵なのだと思います。仲の良い老夫婦を見ていると、相手にない素晴らしさをいつまでも持とうとする努力をしているように思います。 おしどり夫婦になる秘訣はその努力をまず自分から惜しまずすることのようですまたその努力がお互いにできないのであればさっさと別れるなり他に方法があるならばそれもよしとしていいのではないかと思います人生論はこれぐらいにして人を好きになる自分にないものとは言い換えれば自分に欠けているマイナス影面であり相手方は 肩から見ててもほどけるるのプラス非面を持っていることになります。自分の短所・影を相手の長所・火が支えてくれて自分の長所・火が相手の短所・影を補える凹凸の原理で結びついているのです凹凸はダストになって四方を同じ11つ調和に変えてしまいます精神的な枠組みだけでなく 肉体的な構造の違いや習慣も、男女性には生理があるが男性にはない女性は冷え性むくみが多いが男性には暑がり筋肉残りが多い女性は甘いものが好きだが男性はアルコールを好む女性は色白く柔らかい肌男性は色黒く 筋肉や骨格ががっちりしているなどですすべて強と弱緩むと閉まるなどの引用に置き換えることができます女性は出産するためには子宮を大きく影して賛同を広げる影必要がありますそのためには組織を緩める影必要が出てくるのですですから女性は 影どこう性や中とどどこ性に傾きやすいのですその反対で男性は肉体労働して獲物や農作物を家族に与える役割がありました強い筋力火で弓を射る畑を耕すそのためには筋肉組織を充実させ固め火なければいけなかったのですそのため人とどこ性になりやすく組織を緩めるアルコールが飲みたくなったのでしょう しかし現代社会は野人が生活するような環境にはありませんから男女体質もまちまち女性でも人と構成体質者はたくさんいます。体のつくりの違い性格の違い男女特有の引用を考えてみるのも興味を引くことでしょう。